パパ見て見て。おお、何？石。おお、石。持ってて。おお、はい。見て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 。パパ見て見て。すごい。すごいすごい。パパ見て。うん。パパ見て。うん？これなんか顔みたいだけど。ロケット。ロケット。見て見て。ああ、刺された。むかしくんね。見て見て。どれが好き？ああ。パパ見て見て。うん。どうやった？ねえパパ見て見て。全部全部？全部。うん？マックのハッピーセットにはハッピーがもう一つついてくる。コーヒーをゆっくり飲む時間だ。ねえ見て見て。家族と一緒に。タラッタッタッタ。2日間って結構あんまりない撮影だったので2日間にわたって、まあでも天気も良くて寒い中ですけど、無事に撮れたんで安心してます。でもやっぱり演じるってこう、なんだろう、台本がもちろんあるのでそれ通りにやることだけじゃなくて、こうなんか臨場感も必要なので、それはこうどうやってコミュニケーションを取ってやっていけばいいのかっていうのは毎回いろいろ工夫をしながら撮影してるんですけど、今回は割とスムーズにいけたのかなと思いますね。元気でしたし、なんだろう、ずっと楽しんでくれてたんで、まあ、最後まで集中切れずにできてたんですごいなと思いつつ、すごくいい意味で子供らしい子供というか、なんかだから本当に日常にあるようなところをたくさん切り抜けたと思うので、それはすごく一緒にやれて楽でした。まあ、本当に見て見てっていうセリフばっかりなんですけど、回ってないところでもずっと見て見てって言ってたんで、もうなんかずっとドキュメンタリーみたいな感じだなと思ってましたね。今回ちょっとどっち使うか分かんないですけど、石ころをこう集めるみたいなシーンありましたけど、僕も小学校の頃よく学校行く道中石を蹴っていって、で往復で帰ってこれた石だけ持ち帰ってコレクションにしてたらすごい怒られたっていう思い出ありますね、家の中で。僕地元が横浜なんですけど、すごく大きな公園があって、そこはリフレッシュしに行きますし、こうやって天気がいい時に寒くても結構楽しい気持ちになりますね。何にもない公園が好きですね。ちっちゃい頃はでもたこ揚げとかやってましたね。そう、それは今でもやりたいなと思います。まあやってる人も実際いるので、割と思い出の場所でもあり、なんかこうホッとできる場所ですね。こう自分の日常と重なるようなところもあると思いますし、こういうマクドナルドっていうのは皆さんの生活に密着したお店でもあると思いますので、その自分の日常を投影しながら、ご覧いただけるととてもほっこり癒される CM になっていると思いますので、ぜひお楽しみにご覧ください。